今回は視聴者の方やお客様からも質問の多かった街中の Wi-Fi が安全なの安全に利用するにはどうしたらいいのについてご説明いたします。結論から申し上げますと何が安全ではないかをきっちりと理解した上でうまく街中の Wi-Fi を利用することが一番良い方法かと思います。今回はその点について優しく図解しながら 丁寧に説明してままいりますスマホのコンシェルジュではスマホの基本操作から不具合時の対処方法毎日の生活を便利にするアプリについて多数の動画で紹介していますのでぜひそちらもご参照くださいまた興味がございましたらぜひチャンネル登録をお願いいたしますスマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは 初心者の方にも分かりやすい、画面を見ながら一緒に操作しやすいをモットーにスマホやパソコンの動画を配信しております。まずはじめに、街中の Wi-Fi の安全性を見分ける方法についてご説明いたします。街中やお店の Wi-Fi が安全なのかを見極める場合には、 チェックすべき3つの重要な項目がございます。1つ目は Wi-Fi に接続する際にパスワード等の認証が行われているかどうかが重要なポイントになります。パスワード等の認証がない場合には誰でもその Wi-Fi に接続することができるので安全ではありません。2つ目は Wi-Fi の電波自体が 暗号化されているかどうかが重要なポイントになります。暗号化されていると電波を受信しても受信の内容が見えないようになっています。三つ目は Wi-Fi を経由して閲覧するウェブサイト自体が暗号化されているかどうかが重要なポイントになります。最近のブラウザー、ウェブサイトを閲覧するソフトは 暗号化されていないと安全ではありませんというメッセージが出るようになっています。すべて揃って初めて安全な Wi-Fi になります。一つ欠けていても安全ではなくなりますのでご注意ください。こちらの3つのチェック項目を頭の片隅に置きつつ、それぞれのチェック項目について細かく見ていきましょう。 まずはじめに先ほどご説明いたしました3つの重要なチェック項目のうち1つ目にあった Wi-Fi に接続した際にパスワード等の認証があるかないかについて見ていきましょうパスワードがない Wi-Fi は安全ではないので十分にご注意くださいパスワードがあるかないかを事前に見分ける方法はございません お店の方に確認するか、店内の掲示物を見るなどして事前にご確認ください。パスワードや認証が必要な場合には、Wi-Fi 接続時に選択する電波、アクセスポイント、SSID とも呼ばれます。をタップすると、パスワードの入力やウェブサイトでの利用者登録を求められます。認証が必要ないものはそのまま接続されます。 むやみやたらと電波、アクセスポイント、SSID をタップすることは危険ですのでやめましょう。少ない可能性ではありますが、ウイルス感染することもあります。認証がないものは誰でも簡単に接続が可能なため、あまりお勧めいたしませんが、こちらを利用する場合には、常に誰かに見られているという意識を持つことと、 最低限必要なアプリしか利用しないようにしてください。ガラス張りの中でスマホを使っているのと同じで内容も含め全て筒抜けの状態だと思ってください。それでは次に先ほどご説明いたしました重要なチェック項目のうち2つ目にあった Wi-Fi の電波が暗号されているかどうかについて見ていきましょう。暗号化されていない Wi-Fi は安全ではない Wi-Fi になりますのでご注意ください。暗号化されているかどうかの見分け方は Wi-Fi に接続する際に接続先を選択する必要がありますが、そのアクセスポイント、電波 SSID とも言われます。 の横に南京状のマーク、鍵マークがついている場合には暗号化されている電波になります。暗号化されていないと閲覧しているサイトや入力した文字のすべてが丸見えの状態になっています。暗号化されている場合にはパスワードを入力した際に黒い丸が表示されるように情報の中身が 見えないように暗号化されています。その意味では、鍵マークがついている電波、アクセスポイント、SSID を基本的には選択するようにしてください。細かい説明をいたしますと、こちらの電波を暗号化する技術にも違いがあります。こちらは Wi-Fi 機器に依存しますが、WEP、WPA、 WPA2 などがございます。セキュリティ上の違いはありますが、後ほどご説明するフリー Wi-Fi を安全に利用する方法には影響しませんので、今回は詳細なご説明を省かさせていただきます。先ほど Wi-Fi 電波の暗号化についてご説明いたしましたが、暗号化されていたとしても、それはあくまで 外部からのアクセスに対して暗号化していることになりますので、同じ Wi-Fi に接続している内部の方々に対するセキュリティに関しては完全ではないということを頭の片隅に置いておいてください。同じ Wi-Fi を使用している場合には、スマホの画面を盗み見るなど、技術上可能なことも多いので、危険性は十分に残っていると思ってください。入力時の画面、 キーボーボド操作を見られるとどんなに暗号化してもその暗号自体に意味がなくなりますのでその点を頭の片隅に置いておいてくださいこちらではハッカー等で使われる手法について一部ご紹介いたします非常に初歩的な手法ですが同じアクセスポイント名 SSID とパスワードを作成して 間違ってこちらの SSID にアクセスさせるという手法になります。こちらにアクセスした場合には暗号化されていても関係はなく確実に情報が筒抜けになります。怪しいアクセスポイント SSID を発見したら接続する前にお店の方に確認してみましょう。二つも三つも同じアクセスポイントがある場合には 疑いの心を持つようにしてください。先ほどご説明いたしました重要なチェック項目のうち、3つ目にあった安全なウェブサイトについてご説明いたします。安全な Wi-Fi 接続ができても、閲覧するウェブサイトが危険であれば、危険性は変わらず高いままになります。 こちらはご存知の方も多いかもしれませんが、ウェブサイト自体も暗号化するのが世の中の主流になっています。暗号化されているかいないかは、ウェブサイトの上部に南京城のマーク、鍵のマークがついているかついていないかで簡単に調べることができます。もしくはその鍵のマークの横にある URL、ドメイン名をタップすると、 HTTPS という文字が表示されるかと思いますが、こちらの HTTPS の S がついていると暗号化されているサイトという意味になります。現在は大半のウェブサイトが暗号化されています。暗号化されていないと、このサイトは安全ではありませんと警告が表示されますので、 そちらでも見分けることが可能になっています。以前はウェブサイト自体が暗号化されていないことが多くありました。理由としては暗号化するのに年間数万円から数十万円の費用がかかります。難しい話になりますので興味がある方は SSL スペース値段もしくは SSL スペース仕組みで 検索して調べてください。こちらはサーバー側のデータ通信を暗号化する仕組みになります。いずれにしても、サイト自体が暗号化されていないと、Wi-Fi 自体が暗号化されていて安全でも、こちらのサイト上が暗号化されていないので、情報が漏えいすることになります。ポイントとしては、一連の流れの中で、 すててが暗号化されているこれまでの説明を全て踏まえるとお店の Wi-Fi は安全性に問題があるので使わない方がいいのではという結論に達するかもしれませんそちらを逆手にとって見られている前提でどのように無料の Wi-Fi を使うのかを考えていくとうまく利用する方法が見えてきます まずは、盗み見られても問題ない情報を理解することから始めましょう。誰かまでは簡単には特定できないので、動物番組を見ている、日経ニュースを見ているなど、知られても何の影響のない情報を見るようにしましょう。盗み見られると困る情報について理解していきましょう。ID とパスワード。 クレジットカード情報等は盗み見られると危険な情報になりますので絶対に見せないようにしましょうこちらではどのように盗み見られるかの一例をご説明いたします基本的にはこちらで表示しているように時系列で行った行為が記録されていきます何時何分何秒にどのサイトにアクセスしたかが記録されます また次にどのボタンを押したのかなども順次記録されていきます。そのためパスワードを入力した場合にも入力したパスワードが記録されます。こちらをウェブ用語ではログ、時系列とも呼ばれます。会社などで誰がどのデータを見たのかを調べる際にはこちらのログデータから見た方を特定します。 こちらはあくまで一例になりますが、このような方法でデータを盗んだり、スマホのスクリーンにアクセスして操作を盗み見たりする行為を映画などで見るハッキングと言います。また、このハッキング自体ができる人をハッカーと呼び、いい意味でも悪い意味でも使われます。 それでは次に街中の Wi-Fi を安全に使う方法についてご説明いたしますお客様からもよく質問がありますがお店の Wi-Fi を安全に使うにはどうしたらいいのかについてご説明いたします下記の3つのポイントを押さえてお店などの Wi-Fi を利用するようにしましょうまず1つ目のポイントは見られていることを前提に 情報収集や動画再生のみに終始しましょう。よほどのことがない限り何を閲覧していたか、視聴していたかということが発覚しても問題ない方が大半かと思われます。二つ目のポイントはログインはその場で絶対にしない。クレジットカードもその場で入力しないということを徹底しましょう。入力時にその情報を盗み見られる可能性がありますので、 入力しないという点が重要になります。三つ目は、偽のアクセスポイント、電波、SSID に接続しないようにしましょう。同じ Wi-Fi の電波、アクセスポイント、SSID がある場合には、むやみにそちらに接続せずに、まずはお店の方に確認するようにしてください。 先ほどの3つのポイントを理解してお店等の Wi-Fi を利用している場合でどうしてもショッピングがしたくなった場合には Wi-Fi をオフにしてモバイル回線に切り替えましょうモバイル回線は携帯基地局まで専用回線を引いているイメージになりますのでどの回線よりも安全な回線になります モバイル回線上でログインやクレジットカード情報を入力しても回線接続という観点からは盗み見られる可能性は限りなく少なくなります先ほどご説明いたしました Wi-Fi の安全性について一覧にまとめてみました一番上が危険性が高く徐々に危険性が低くなっていきます 危険性に合わせて見られているということを意識して Wi-Fi を利用するようにしましょう。一番危険性が高い Wi-Fi は接続時のパスワードや電波自体も暗号化されていない Wi-Fi になります。主に空港や商店街などに多く観光客などに簡単に利用できるサービスとして提供しています。こちらは かなり危険性は高いという認識を持って最低限の接続や情報収集に終始しましょう。2番目に危険性が高い Wi-Fi は接続時のパスワードはあるものの電波が暗号化されていない Wi-Fi になります。主にカフェやファーストフード店に多くありますがこちらは何らかの形で認証はしているので 接続している人数は制限していますが暗号化はされていないので見ている内容が筒抜けになっている可能性が高くあります。そのため見られていることを意識して見られてもいい情報や視聴に終始しましょう。3番目に危険性が高い Wi-Fi は暗号化されていてパスワードもある Wi-Fi になります。 安全性に問題がないように思う方も多いかもしれませんが不特定多数の人が利用しているという点と暗号化の技術が高いものが使用されているのかがわからない点で安全とは言い難い難 Wi-Fi になります。こちらでもログインやクレジットカード情報を入力するのは避けた方がより安全になります。4番目は、 暗号化されていてパスワードもある職場や家の Wi-Fi になります。こちらは Wi-Fi に接続できる人が限定的である点でより安全にはなりますが暗号化の技術が高いものが使用されているのかという点と Wi-Fi 機器の設定次第で内部の人が利用している方の履歴などを見ることができるという点で 多少の危険性があるということを頭の片隅に置いておきましょう。五つ目はモバイル回線になりますが、回線という観点からはこちらが一番安全になります。ログインやクレジットカード情報を入力する場合にはこちらを利用するようにしましょう。それでは次にセキュリティソフトがあれば、 安全なのかについてご説明いたします。スマホにセキュリティソフトが入っていれば、どんな Wi-Fi を使っても大丈夫でしょうかという問い合わせをお客様からよくいただきますが、結論から申し上げますと、Wi-Fi 接続という観点から見ると、セキュリティソフトの意味はありません。セキュリティソフトに意味がないというよりは、 Wi-Fi の電波を飛ばしている機器の問題になりますのでその部分に対してはセキュリティソフトは無力になります次に質問が多いのがスマホにセキュリティソフトを入れる意味はありますかというお問い合わせもたくさんいただきます結論からお伝えしますと初心者の方で右も左もわからないという方に対して安全性を数パーセント程度上昇させる 役割はセキュリティソフトにはあるかと思います。ただし、スマホはパソコンと異なり、アプリをインストールする場所が限定されている点や、スマホを動かす OS、プログラムの構造がパソコンとは異なり、かなり安全に作られています。その意味では、スマホにはセキュリティソフトは必要ないかもしれません。もちろん、セキュリティソフトを入れることで、安全性は 数パーセントは上昇するはずですので安心料として支払って問題ないという方は入れても良いかと思われます。以上で街中の Wi-Fi が安全安全に利用するにはどうしたらいいのについての説明を終了いたします。スマホのコンシェルジュではこのようなスマホの基本操作から不具合時の対処方法、 毎日の生活を便利にするアプリについて多数の動画で紹介していますので、ぜひそちらもご参照ください。またよろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。